器屋さん店長そうです。今日はインテリアショップで販売されている器の問題点についてお話をします。これはですね、実際に器屋さん当店であったお話です。こういう連絡が来ました。某インテリアショップと同じ食器を器屋さんで買ったのですが、違うので返品したいです。んどういうことでしょうかこれには深いわけがあります。 そのわけを3つこれからお話しますからぜひ最後まで聞いてくださいねあなたが特に都会、東京、名古屋名古屋都会じゃないの大阪とかですね福岡のインテリアショップで食器を買われる方は絶対最後まで聞いてくださいよろしくお願いしますじゃあその3つの理由ですねお話をしたいと思いますなぜインテリアショップと同じ食器を器屋さんで購入したというふうに彼女が言ったのかそれは デザインと形が多分、ものすごく似ていたが、同じだからです。じゃあ、何が違うのかそもそも、三つ理由を言いますね。一つ目、そもそも、仕様が若干違います。インテリアショップに収めるものと、私たち陶磁器卸商に収めるものとかは、勝手なことなんですけど、実際仕様が違うことが多いです。例えば、<coughs> このお皿。 後ろで見にくいかな反射がこのお皿よく見るとクリーム色なんですけどクリーム色でもムラじゃないんですけど上薬のノりがいいところと悪いところがあったりここ撥水点でするグレーが薄かったり濃かったりします。っていうことはありますし例えばこれは若干クリーム色ですけど本当に。 真っ白っぽい、もうちょっとマットな感じの白の上薬を塗って、別、同じ商品に見えるようですけど、実際には違う商品というのがあり得ます。こちらの商品、当店ではフラワースタンプって呼んで売ってる商品ですこれの白が存在します。一般的にはあまり流通してませんが、某インテリアショップでは確かに白のものを <laughs> 私も目にしました。っていうことはあり得ます。 なのでそもそも第一点目に仕様が違うことがあるということをご理解いただきたいそんなの勝手だって,て言われますけどそのインテリアショップさんはそれをオーダーしたのでその,その仕様のものが欲しいです私たちはメーカーさんからこの仕様で出すよといったものをそのまま販売してるだけなのでインテリアショップさんと同じものを器屋さんで買ったって言われるのはまあちょっと申し訳ないですけど少々侵害でもあります もちろん値段も大きく違いますしね。はい。それからもう一つですね。よくあるのが、えー、裏印って、その、まあちょっとヨーロッパっぽく言うとバックスタンプですよここですね。このついている裏印、裏のマーク。ちょっと見せないですかね。ちょっとあえて全部出ました。あ、見う、見このマーク。このマークが変えてあったりすることです。もうこのマークが変えてあれば明らかに違う。同じような商品でも明らかに違うものと思ってください。 で、インテリアショップで売ってるものと、私たちが売ってるもので、全く同じ商品でバックスタンプが違うものもあります。これは以前あった話なんですけども、オタクの買ったものはバックスタンプがないから、偽物でしょって言われたんですけど、それは実はインテリアショップさん系におろしあの直接入れてるものだけは、裏にバックスタンプがあるっていうですね。こんなことがあるんですよ。 笑いながら言ってますけど、ちょっと、ちょっとこの辺は、実は、うーんっていう、その辺の業界のいろんな思いはあるんですけど、あるんです。なので、一つ目はですね、そもそも仕様が実は違っているということが多いです。なので、購入したとこでなるべく買いましょうという話です。もちろん、ちょっと後で最後に大事なこと言いますので、まだ聞いてくださいね。二つ目ですね、検品基準が違うということです。 これもですね、当然ですね、えー、なんかこう、いろんなものがあってですね、な、長い、長いものというか、えー、長い期間に置かれて行われてきたことで、まあ、習慣というと語弊があるんですけども、検品基準が違ったりします。こういう検品基準で商品を買っていただきますという契約みたいになっているものですから、それが明らかにインテリアショップ系のところは厳しい場合が多いです。 で、厳しい場合が多いもので、割と物が揃ってるというと、こう平和なんでするとその基準に通ったものだけが店で販売されています。なので、さらにお客さんが、その、かなり僕らからすると、検品厳しくしたものの中から、さらにいいものをチョイスして買っていかれた場合、私たちが普段同じものと思って買うものと、その、インテリアショップで売ってた、一番いいものっていうのは、正直かなり、 見た目が違うことがあり得ます。これマジ、マジでです。こんな動画をめったに出しませんけど、こういうこともあるという事実を覚えてほしい。知ってほしい。もちろん、なめますよ。値段は違いますからね。値段は違いますから。もう一度言っておきます。はい。それに、別の商品だと思ってほしいです。ですね。もちろん、こんな商品っていうか、こんな商品がひどいかというそこは訳けてりません。 僕らはその基準でちゃんといただいて、その基準で仕入れたものに対してのお値段で販売しております。なので、そこをご理解いただいた上で、私たちネットショップを使ってほしいですし、一般的な当陶磁器のお店で買っていただきたいなっていうふうには思います。で、もちろんもちろんさっきは繰り返しますけど、すべてどこに出すものも きちんと統一されてる鎌本さんメーカーさんはもちろんたくさんいます。半分以上はそうだと思います。だけどですね、パッと見だけ見て同じだからと言って、これをインテリアショップで売ってたものと同じですかと質問はなくて、やりとりなくて買ったらインテリアショップで売ってるものとこれは違うから、返品したいっていうのはちょっとなんか残念な気がします。 気持ちはわかります。同じものを安く見つけた。その喜びは、私でもいろいろ、例えば、電化製品の型落ち品とか、そういうことはあるので、気持ちはわかります。でも、何かしら、インテリアショップで1000円で売ってるものが私たちが700円、800円で売っていたら、何かしら、必ず理由はあります。必ず理由はあるので、 そこだけは本当にご理解いただいてお付き合いいただきたいなっていうふうに思います。これはインテリアショップだけじゃなくて当然ですけど、陶器市やそれから露店販売やイベント販売などでも同じことが言えます。なのでよく ご注意くださいっていうとこ弊があるんですけどそこは分かった上でご購入いただいたり私たちとお付き合いいただけると嬉しいです今日はすごい真面目な話をしてしまいましたですけどインテリアショップで販売されている器と小売店で販売されている器が通常は同じであるはずが違う、まあ、値段が同じなら多分質は同じですよろしいですか値段が明らかに違うのに これや、安い脳がうまく変えたって思ったら違ったというのはちょっと頭のから外していただけると私たちは嬉しいかなっていうふうに思いますちょっと今日は暴露話っぽかったんですけどインテリアショップで販売されている器についてお話ししました今日の話がためになったなと思った方は高評価ボタンで押教えくださいもちろん今日の話に色々こうなんか何を、何言ってんだよっていう人はコメントいただいてももちろん構いません 最後になりますが、チャンネル登録していただくと本当に嬉しいです。はい。うつわやさん店長、須藤新一郎でしうつわやさんチャンネル。今日はここまで。最後はにっこり。じゃあまたね。